どうもこんにちは。今日はちょっとゲストの方を呼んでおります。もこだ。お願いします。よろしくお願いします。いや今日はねちょっともこさんがちょっとリベンジしたいというわけで、まあまたね対戦していくわけです。はい。そうそうなんですよ。はい、まあ、ちょっとねアメミヤ君のチャンネルにね、はい、出させていただくということで、はい、じゃ僕普段から YouTube にね、プレプレ動画を上げておりますモコと申します。はい、もうモコさんもう超有名な方なんで、まあ、皆さん知ってると思います。はい、いいぞ立てなくて。いやいやいや、どうせ今日も怒られるんでしょう。いや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 、まあちょっとやっちゃいますよ。はい。今まで何度対戦させてもらってて一度も勝ててないので、ちょっと今日こそ勝ちに来ました。はいはい、というわけでやっていきます。ルールは10先ですよね。10先で、はい、じゃあ俺大好きなウィッチ使っちゃっていいですか。あ、いいですよ。もう声真似もしちゃって。おいっす、うまいっすね。これじゃあゲーム設定で、ね、ゲーム設定でこれだよね。これだけでいい。3先で OK です。よろしくお願いします。はい、お願いします。よし、マジで勝ちに行くわ俺。いや、負けませんよ。スイングインパクト。LJ イリュージョン。LJ イリュージョン。ヘドリス。ヘドリス。どうや。これうまいよ俺。うまいっすね、確かに。この6連鎖ボリ、なるほど。俺見て最近ね、タイタトルですよ、めっちゃ俺練習してるから。確かに、うん、なんか以前より違うでしょ。はい、圧力あるんだ、うん、手応えがありますね。圧を感じていけ。これ油断してられないな。まあ、ちょっとまあまずは1本と、はいはいはい、ダメだ。まあ、まだ1本ですからね、これからですよ。私は貴様らを許容しない。おいおい、やべ、おい、うまい。なるほど。よし。いやー、お強いですね。いや、まあ、アーミヤ君。ちなみに今俺が何パーセントの力を出してると思う？いや、もう100%なんじゃないですか。違うな。まあですか。13%。13%、なるほど。いや、これはどうですかね。お、やるな、だが。なるほど。対応していくと。対応していく。やばい、なんでだよ、うん、引かなかったですね。これ3対0ですね。なるほど、はい、わかりました。アミヤさん普段ね、なんかいろいろ動画上げてるみたいですけど、はい、今まで手応えが一番あった人って誰かいます？手応えが一番あった人はやっぱりマフマスさんという方ですね。マフマス、はい、彼は相当な実力持ってるんですか？いやー、もう神と言っていいですね、あれは、うん、完全に100人ゲンジャーですか、はい、あー、3連ないか。3連パフィクとかできるの？一応できますよ。まあ、ツモ次第になりますけどね。なるほど。
そろそろ 13% から一気に引き上げて 79%。 79%、 これは俺がかつてのクマジョンを凌駕した時の数字と同じなんだよ。あ、確か企画の時だ。そう、あ、はい、なんか昔あったよね、なんか一回、ね、24連勝企画、ね、そうそうそう、クマチョンが24連勝するっつって、あれ覚えてますね、勝ったの。俺がまず勝ったんだっけ。そうですね、その後に俺が勝って、うん、まあそうそうそう、うん、2人を止めたんだよね。あれはもう伝説ですからね、うん、覚えてますよ。超盛り上がったよ、ね、懐かしいな、ね、今この動画を見てる人にその時のことを知ってる人いるかな。いやー、どうなんでしょう。キロやめて、おいやばい。どうしたアルミヤ君。あ、ちょっとだいぶミスってですね。よっしゃ、危ねえ。危ねえ。この試合危なかったな、ちょっと。6対0と。引き続き。うん。何パレきますか。引き続き 79% で。引き続き 79% で、了解です。ツインインパクト。LJ イリュージョン。ダブルミラー。なるほど、ツインインパクト、そういうことするわけね。そうですね、さあ怖がらないで。あれ掘れないよな、たぶん。やばい、よしよし、うわもう強いですね。いや、まあ全員で世界一ですからね。なるほど、さすが最近 YouTube のタイトルを世界一に変更しただけのことがあるので、はい、しっかり見てますからね、この辺で。おお、しっかりこうタイトル変えたなと思ったもん。やばいね、やばい、自分をアピールしてからね。足んなかったよ。1本も取れないとかある？1本も取らせませんよ。1本も取れないとかある、マジで。どうしようかな。1本も取れないとかあるか、ほんまに。やべ。ハハ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 けど次、はい、今だ0対9か。そうですね、0対9。次の一勝取った方がもう勝ちでよくない？ああ、いいですよ、はい、いいの本当に、はい、全然もうめちゃめちゃアメミオ君に不利なルールだけどいい。ああ、全然いいですよ。その代わり、はい、もし次の試合アメミオ君勝ったら、はい、勝ちでいいよ。はい、勝ちで、うん、はい。
あれ、これは。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。あ、というわけで、まあ10対0というわけで、はい。まあ、リベンジの方は達成ならずと。何年かければリベンジできるかな。いや、どうでしょうね。まあそこはモコさんの努力次第って感じで。そう、俺がこのまま、はい、今の倍のペースで成長したとして、3年後にアメミヤ君追いつけますかね。いや、追いつけると思いますよ。そうだ。アメミヤ君は、アメミヤ君はもっと高い倍率で成長していくんでしょうか。いや、まあそうですね、まあ才能ってものありますからね。なかなか言いますね。はい、まあでも歯医者に言葉はないんで、はい、今日乾杯でした。ありがとうございます、はい、またなんか、はい、機会があれば、そうですね、ぜひ対戦、もうちょっと対戦ですねってくるんで、はい、お願いいたします。またリベンジを受けていただければと、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。2人でいれば最強なんだよ。はい、ももこさんね、からでした。からでしたっておかしいか。